これマチュピチュって2400メートル上にあるの、普通の地面。天空都市とか呼ばれてる。そう、富士山より高いところにある。大玉村の玉ノ井小学校でペルーの世界遺産マチュピチュについて熱っぽく語るのは片山ジェシーさん、27歳。片山さんは一昨年から世界一周の旅に出て、去年の3月にペルーのマチュピチュに入りました。ところが入った翌日に新型コロナの影響で国境が封鎖、そのままおよそ7ヶ月滞在しました。その間も現地の人と交流を深めたことがきっかけで、政府から特別に許可された唯一の観光客として現在マチュピチュの観光大使を務めています。マチュピチュは大玉村出身の野内与吉さん、初代村長を務め村の発展に尽力したことから友好都市協定を結んで交流を深めてきました。世界一周旅行の中で感じたことなどを熱心に伝える片山さん、やはり児童たちが関心を持ったのは、なんでここの大玉村と関係深いかってみんな知ってます。親しみのあるマチュピチュの話には児童たちも興味津々で聞き入っていました。来月には1年ぶりに現地を訪れる予定の片山さん、授業の最後には児童からダンスが披露され、マチュピチュの住民に向けたスペイン語のメッセージが書かれたプレゼントが託されました。インターネットとか本だけでは知れないマチュピチュの魅力とか、そのマチュピチュの人たちのこととかを詳しく聞けれてとても良かったなって思いました。やっぱりマチュピチュと大田村がつながっていて、とてもなんか嬉しいというか、すごく誇らしいような感じがします。そのマチュピチュ村とかの PR であったり、他のペルーの観光地の PR、 特に同世代とか若い世代にペルーってこんだけいいとこなんだよというのを伝える活動できたらなと思ってます。